久しぶり。お互い死なずに済んだようね。ここにあなたが来るって天界が教えてくれたわ。あなたがいない間、藤吉郎の動きを探ってた。相変わらず藤吉郎は好き放題で民を泣かしてばかり。利休も嘆いてたわ。無理難題ばかり押し付けられるって。それにしてもここ赤目がやけに多い。調べてみる価値がありそうね。誰かが竜神様の像にいたずらを。フラチが。それにしてもここ。
まれ。私が次々と鬼を斬ったというあの伝説の侍がいれば。その宝玉を戻されよ。なんということを。やっ
時代の古の荒玉がここに眠っておるはず。にしては騒がしいの。白卓なら詳しいじゃろ。伊達に年は取っておらんだろうからの。年寄りに年寄り呼ばわりされるとはの。ここに封印されしはかつて日の本を恐怖に陥れたあやかしばかり。この国の平穏を喜ばぬ輩が目をつけたのかもしれませんの。
生きて、いたとはな。しかし、いいところに来た。欲しいんだと。あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。
鬼城はついに天下人へ上り、さらに多くの流血を生んでいます。無名殿の言うあやかしを滅ぼす刀、取り戻すには大量の霊石がいる。霊石を用いるは拙僧の案ずる道ではありますが、毒は毒をもって制すしかありますまい。藤吉郎の本拠、今日の聚楽台は霊石を集めて建てた城。打って出る時が参りましたな。